皆さんこんにちは、シュートです。本日の街歩き動画はスコットランドの伝統的な楽器のバックパイプの音楽を聴きながら始めております。バックパイプの音を聴きながらですね、エディンバラ城を眺めるという素敵なロケーションから始まっておりますけれども、全部で3回にわたってお届けしているスコットランドの街歩き動画の今回は2回目になります。今回の街歩きのテーマはですね、大きく分けるとですね、自然、公園、そんな緑豊かな場所を歩いていこうと、そういう街歩き動画になっておりますので、ぜひ皆さんゆるく最後までお付き合いください。ということで本日はですね、プリンセスストリートガーデンからですね、ザ・メドウズというですね、2つのスコットランドを代表する公園を歩いていきます。海外旅行ですね、なかなかこう海外の公園とかね、行く機会とかないかなと思いますけれどもね、非常にゆったりとした時が流れておりますので、一緒に非常にですね、ゆったりとした気分の海外旅行気分をですね、味わっていきましょう。ということで、プリンセスストリートガーデンに入っていきました。エディンバラ城を眺めることができるということで、絶景ですね。この日は本当に晴れていて、空気が澄んでいますので、なんかこのエディンバラ城の景色がですね、非常に澄んで見えますよね。青空、本当にこう飛行機雲が見えますね。本当に飛行機雲しか見えない青空の下ですね、エディンバラ城を見上げてお散歩ができるというね、まだバックパイプの音聞こえておりますけれどもね、それぐらい本当にこう静かな時が流れています。ちょっと僕が喋れなかったらどのぐらい静かなのか見てみましょうか。っていうぐらい非常に静かな公園です。地元の人がですね、散歩をするのはもちろんですね、観光客の人とかもこういうベンチに座ったりとかですね、少し街歩き疲れたなという方はこういう公園をですね、散策してみるといつもとは違ったですね、こう街並みを見ることができて非常に開放的な気分になれるんじゃないのかなと思います。このね、プリンセスストリートガーデンなんですけれども、このプリンセスストリートとさっき見れたね、エディンバラ城がある旧市街のちょうど間にあってですね、春には様々な種類の花がですね、楽しめると、で秋にはですね、紅葉が楽しめるというそういうスポットになっています。で公園内のですね、あらゆる場所からさっき見えておりましたけれども、エディンバラ城を見上げることができるというですね、非常におすすめな観光スポットです。プリンセスストリートガーデンはですね、西と東に分かれているんですけれども、西の方にはですね、目玉のスポットともいえる大きな花時計があります。こちらの花時計ですね、数千株の花が植えられている時計になっておりまして、1903年に作られてから現在までですね、時を知らせてくれているそんな花時計です。時計の針もですね、花で作られているということで、こちら世界最古の花時計とも言われています。こういう花々に囲まれながら、スコットランドの歴史的なこういう銅像であったりとか、そういうスポットを眺めることができるということで、本当に数百年前のこのね、風景というものが、多分数百年前に住んでいた人もこういう景色を見ていたんだろうなというものが味わえるですね、なかなかそういう場所っていうのはね、日本にもないと思いますので、非常にそういうタイムスリップした気分が味わえる素敵な場所ですね。カップルでこうやって歩いていくのもいいですし、一人でコーヒーでも飲みながら散策するのもいいですしね。あ、こちらは桜が舞っておりますね。桜じゃないですか。まさかエディンバラで桜が見えるなんて思ってませんでしたね。桜吹雪がまさかエディンバラで見えちゃうというね。どうですか、全然あの世界の話変わりますけれども、桜というと皆さんどういう曲を思い浮かべますか。ケツメイシ派の人もいれば、小袋派の人もいれば、はたまた森山直太朗派の人もいるというね。僕はね、どうですかね、僕の世代というか、僕は個人的には一番パッと思い浮かぶのはケツメイシの桜かなという気はしますけれども、皆さんはどの桜が一番パッと思い浮かぶか、ぜひコメント欄で教えてください。こちらのプリンセスストリートガーデンですね、こういう風に綺麗に花が植えられていたりとか、芝生が整備されている場所っていうのがたくさんありますので、ここはね、あのその柵が覆ってあるので芝生には入れないんですけれども、奥に見えているあたりとかっていうのは芝生入ることができますので、そういうところにシートを敷いてですね、こうピクニックをしたりとか、なんかそういうね、一日の過ごし方っていうのもですね、すごく素敵でいいんじゃないのかなという気がしますね。旅行でも何日かね、こうスコットランドに滞在する方はですね、ぜひ一日はそういうね、何もしないでゆったりとブルーシートの上で本でも読むなんていうね、そんな旅行をねしてみてもいいんじゃないのかなと思います。笑い声が聞こえましたね。笑いたくなっちゃいますよね。
でこのね、プリンセスストリートガーデンはですね、ロスファウンテンという噴水も見どころの一つとなっておりまして、ちょうど正面に見えているのがそのロスファウンテンという噴水になります。もう少しね歩いていくと、まあ、近くで見えますので、その時にねまた解説したいなと思いますけれどもね、こういう芝生がねいくら入ってもいいですので、その芝生の上でねゴロンとしながら、まあ、昼寝したりとかね、すごく気持ちいいだろうな。こういう晴れた日は最高ですね。本当にこの木々に囲まれながらですね、でもこういうね木々を枯れてるんですよね。何の木なんだろうか。さっきの桜が咲いてるのでね、もう葉っぱぐらいついてるのも良さそうですけどね、まあ冬じゃないので。はい、ということでね、こちらロスファウンテンという噴水になります。1872年にですね、西のプリンセスストリートの庭園に設置されたですね、こう、鉄製の、噴水になります。芸術科学、産業を擬人化したですね、4人の女性と、人魚たちの像が記された金色に光る姿ですね、こちらとても眩しいですね。いいですね。上の方にね4人の女性と人魚がいましたけれどもね、こちら古典的なフランスのデザインがですね、まあ、施されている素敵な噴水ですね。噴水の音もいいですね。この水の音っていいですよね。個人的に結構水の音って好きだなという気はしますけれども。前回の動画でですね、エディンバラのこのプリンセスストリートだったりとか、まあ、カールトンヒルっていうね観光スポット歩いてきましたけれども、もともと人が少ないんですけれども、こういう公園に入ってくるともっと人が少ないですよね。本当にすれ違う人が少ないというか、なかなかね観光してる人も地元の人も、まあなのですごく落ち着いた雰囲気で旅行したい方にとっては、このスコットランドってのはすごくおすすめな場所ですよね。はい、ということでまたプリンセスストリートに戻ってきましたけれども、ここからはですねスコットランドのエディンバラで一番大きな公園と言われているザ・メドウズというね場所に向かって歩いていきたいと思います。このね、大通りの真横にこういう大きな、教会があったりとかですね、まあ、右側にはですね、レンガ造りの建物がありますけれども、これは何なんだろうか、カフェかな。でこういう交差点とかに来てみても本当に四方八方ですね、この美しい景色がもう堪能できるというね、本当になんかこうヨーロッパの街並みっていうのはこう飽きさせないというかね、なかなか日本人の私たちからすると非日常感があってですね、すごくこう歩いていて楽しいですよね。スコットランドのエディンバラで左側通行なんですね、車ね、まあ、イギリスということでね、日本と同じように車は左側通行ということでね、いやいいなこの景色も。何ですかこの庭は、教会の庭かな。いや綺麗ですね本当にね、本当にどこ見てても絵になるっていうのがなんかやっぱいいですよね。プリンセスストリートっていうのはすごくね、まあ大きな通りなんですけれども、まあ車通りも少ないですね。パリとかやっぱりそういうね、前回まで歩いてて街歩きの動画の場所に比べると本当にこう車の音とか街の音っていうのが全然聞こえてこないですよね。ちょっと今回の動画はね BGM 入れないで街の音っていうのをメインにね皆さんに聞いていただいているんですけれども、やっぱりねここ今ちょっと公園に入ってきちゃってますけれども、本当に静かでね、こう落ち着いた雰囲気で旅行したい人にとってはぴったりですよね。綺麗だな、いいな、やっぱ。ということでね、こちら、ザ・メドウズというですね、公園の中に入ってきました。どうですか、皆さん、本当にこう、かなり、広大な敷地のね、公園ですけれども、
まあ、このザ・メローズですね、もともとこのね緑地の部分はですね、エディンバラ市民に飲料水を提供していた湖だったということなんですけれども、1700年代の初期にですね、この干からびてしまったということで、干拓によって公園に変わってですね、今はエディンバラ市民の憩いの場となっているということで、湖だったみたいですね。でこのね、本当にこの芝生のちょうど真ん中のこの並木道のことをですね、ミドルメドウウォークというふうに呼ぶんですけれども、このね並木に彩られたこの散歩道はですね、丘の上までたどっていくと、休憩にぴったりのカフェとか売店とかがあったりします。まあ、歩くとねかなり広いので、まあ、自転車とかねローラースケートとかを使ってですね、サイクリングがてら来てみてもねいいのかなと思いますし、まあ、園内のサイクリングロードですね、非常に整備されていて、心地よく一周したりとかすることができるみたいですので、自転車とか借りてねサイクリングしてみるのもいいのかななんて思いますよね。まあ、なのでこうスコットランドに住んでる人たちの本当に様々な人がねこの公園を親しんでるということで、どうですか、なかなかねこんなに大きな公園のね中を歩くっていう、まあ、この芝生が本当に整備されてて綺麗ですよね。もうランニングしてる、いいね、ファイト。いや、こんな綺麗な公園があったらランニングもねついしたくなりますよね。なかなかね普段もねランニング行きたいななんて思わないんですけれども、近くにこういう公園があったらするんだろうな、環境って大事だなって思いますね。やっぱね、日本にいるとねもう全然街中走りたくないから走るのやめようなんて言ってね、ジムにも行くのもめんどくさいしなんて言ってね、走らないでねブクブク太っていくみたいなね、そんな現象に陥りがちですけれども、こういう海外に行ってねこういう公園とかの近くに滞在先があると、まあ散歩をするんですよね。なぜか不思議なもので人間というのはね、まあ1年も2年も住んでればもしかしたら飽きるのかもしれないですけれどもね、本当に最初のうちはこういう風に犬とか連れて友達とね芝生の上を歩いたりとか、放し飼いじゃないですか。いいですね、綺麗だな。ということで本日はですね、スコットランドエディンバラのプリンセスストリートガーデンとザ・メローズというですね2つの公園を紹介してきました。次回の街歩き動画ではですね、エディンバラの旧市街の方に向かって歩いていきたいと思いますので、ぜひ皆さんそちらの動画も楽しみにしていてください。ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。ぜひ海外旅行気分味わえたという方はですね、チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。